どうも、オニメンタルクニボーです。今日雑談みたいな形なんですけども、まあ、前言った内容と重複するかもしれませんが、こう、どん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 ですね、資格試験が、こう、難化傾向が続いてると、これ言われております。え、まあ、過去問題も通用しないとか、変化球的な問題がどん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 掘り込まれてくると、かたやですね、それに伴い、受験生のレベルがどん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 上がっていってですね、合格するのも難しい。これも言われております。まあ、私も勉強して、したり、試験、 を通してですねまあそれの反対としてですね昔はこうじゃあ通りやすかったか簡単かといえばあ全然そんなことはないとまあ一個人の意見なんですけども思いますっていうのはですねまあ,あ通学うとかこう予備校の通学とかはちょっとこう内容のが分からないですけども特にですねこう独学うとかだったらば 昔は昔で,ですね、えー、いわゆるこういったツールがないんですよね。えー、こう SN、SNS とか、まあ、それこそ YouTube の講義とか、ああ、こう、なんて言ったらいいですか、まあ、Twitter とか、まあ、そんなんでのお励まし合いみたいな、ああ、こう、情報交換とかもおない中でですね、昔は昔、えー、まあ、テキスト一つでというか、まあそ、そんな、まあ、テキストで得れば一つにしてもですね、まあ、 あこういった情報から選ぶ時間がないので、時間をかけてですね、皆さん、あやられたんじゃないかなと思っております。なので、昔は昔で、えー、こう、そういった、こう、こう裸一貫でじゃないけど、そういう、まあ、 辛さみたいなのもあったのかなと思います。そ,その試験のレベルとかじゃなくしてね。うん。えー、だからあ、まあ今は私もこうやってね、YouTube を通して、えー、ご意見とか、ああ、た激励いただいてますし、まあそういったもので、えー、支えられてるなと、実感しております。ので、まあ、あ一日一日ですね、あのー、私も、踏ん張って、えー、頑張っていこうと思っているわけです。といった、ああ、今日は雑談でございました。えー、今日も、今週も、今月も頑張っていきましょう。